デッセイの鬼キャンだな。あ、デッセイだ、めちゃめちゃ鬼キャンだね。オイルまでインしちゃってくるんでね、すごいかっこいいね、抜群だよ。ベタベタだな。おお、この状態で足、まあエアサスは踏んでなさそうだけどね。お、4代目オデッセイね、4代目のオデッセイね、かっこいい。一応これ なんでこれ場外なんだろうな。3代目のオデッセイ、3代目のですよ、ワイドボディの鬼キャンだな。ワイドボディ鬼キャンね、抜群だね、かっこいい。サイドからこれ取れるんだよな。すごいね、キャンバーの角度が完璧だな。めちゃくちゃ綺麗だね。でもこれめちゃくちゃ綺麗だな、うん、3代目のオデッセイ鬼キャンね、鬼キャンの3代目のオデッセイ、3代目、3代目オデッセイね。これもよく見る、あ、結構来てるね、キャンバーカーがかなり来てるね。マックスまで来てないけどね、十分だね。まあ、今日なんか鬼キャンばっかりだもんでね、最高だね。これフェンダーからもこれワイドボディにしてやるかな。これフェンダーのこのスリットが、うん、あ、ワイドボディにしてやるな。ワイドボディに引っ張りたい鬼キャン、がっつりローダウンね、うん、エアサスのタンクは多分組んでないかもしれない。エアサスが多分組んでない可能性が高いな。前奏の長さを感じる。ワイドボディ。三代目オデッセイね。三代目がなんか一番多いような気がするけどな。まあそうかも。一番カスタムベースに持ってこいだよな。屋根も低いしね、かっこいい。鬼キャンだな。こんな感じか。こんな感じだな、三代目。ワイドボディね。三代目ワイドボディ。これはな、現行型のオデッセイか。現行型のオデッセイ、ハイブリッドかな。これも多分エアサスのなんかでガッツリローダウンしちゃうね。まあ、ホイールもいい具合に引っ張ってあるし、引っ張りタイヤにガッツリローダウンで、ね。鬼キャンではないのか。キャンバーまではついてないけど、まあ、合法だとこんな感じかな。めちゃくちゃ綺麗だ。新車同様。このサイドのエアロもかっこいい、うん、キャンバー角も、まあ、多少ついてる。あ、そこそこでもキャンバー角ついてあるか。これこの造形ね、ここです、ね、おそらくこの状態では外れないから、なんかタイヤとかもこっち外したのかな。すごいね、いい具合にかぶってるね。かぶり具合がたまらん。これはそしても現行型オデッセイ5代目だな。5代目のオデッセイね、うん、まあ、こんな感じね。エアサスでガッツリローダーね、引っ張りタイヤ、もうそれだけで十分だね。このオデッセイもレベル高いな。ガッツル鬼キャンだね。鬼キャンで、ね、これ現行もんだもんな。
このキャンバー角はやばいわ。やばい、引っ張りタイヤといい。引っ張りに鬼キャン。素晴らしい。これは現行もんで。これもどうだ、優しさ多分組んであるよな。リップとかもすごい綺麗だもんな。擦ったようなそんな形跡もないもんで。優しさだね。優しさでガッツリローダー。引っ張りタイヤで。鬼キャンね。完璧なカスタムだよ、本当に。鬼キャンにできるのはすごいよ。ホイールはワークだな。ワークのホイール、キャリパーも何かのものに変わってそうだね。もう何 J かな、これ 12J ぐらいありそうだな。すごいね。もうちょっとフェンダー当たっちゃってる感じね。そういう荒々しいとこいいね。多分耳も切って全部もうつるんとした感じなんだろうな、多分フェンダー周りが。マフラーもこれ変わってるね。チタンの焼け具合がかっこいいよね。現行もですよ。完全に後ろからね、ハの字書いちゃってるもんね。かっこいいよ、結構離れて。かっこいい。これは30度と50度の角度が言えば、これはどうなんだろうな。合法なのか、果たして。鬼キャン祭りだな。オデッセイの鬼キャン率は非常に高い。かけっぱだな。原稿型のオデッセイ。これは4代目かな。4代目のオデッセイ。バンパーもこれなんだろう、なんかラッピングかなんかしてあるね。なんか模様が入ったから。ボンネットもこれなんかちょっとラメが入ってるような感じね。鬼キャンで、引っ張りタイヤで、超ワイドなホイールね。なんかサイドもなんかこれ貼ってあるかなんかしてあるね。なんか塗装の感じではないね。ラッピングか何かかな。内装もこれすごいインパネから全部これ、なんか水色のこういうなんか、なんていうの、なんだろう、バックスキンというか、なんかそういう材質だよね。すごいな、これ。これ優勝してるよか。キャンバー角もやばいね。キャンバー角もやばい。これはもう攻めすぎだね。攻めるね、これは。来てるよ、この。このホイールのリムの深さ。たまらんね。これは。ここですよ、サイドはこんな感じね。ベタベタの状態。タイヤがもう完全にサイドが浮き上がっちゃってる感じね。すげえ。これはマフラーもド迫力だな。このブラックアウトされたエンブレムね。後ろもここらなんかちょっとこうなんか高級バッグのようなそういうラッピングだね。高級バッグのようなそういったねラッピング、これかっこいいね。めちゃくちゃセンスがいい。優勝してもおかしくないね。優勝かもしれない。これはすごい。4代目オデッセイね。4代目でした。3代目オデッセイだな。これもキャンバー角やべえな。キャンバー角がやばいよ、これも。もう一回これもう塗り直してやるね。一回全塗済みだね。屋根だけちょっとこう抜けるような黒に塗って、あとはこのなんだろう、シャンパンゴールドというかね、そんな感じで。おそらくワイドボディにもしてあるよな。フェンダー多分こんなんじゃないよな。鬼キャンで、がっつり引っ張りたいや。ワイドホイール。AR もバチだね。ブラックアウトされたこのエンブレム、すごいね。ピカピカだね。とても15年前の車とは思えんね。すごいよ、このオデッセイ。キャンバー角すげえな。あれはマフラーのエンジンかかってるのか。これは
これは何のマフラーかな。ちょっと分かりにくいけどね、すごいマフラーついてるね。これはこの角度、このキャンバー角度ね、やばいね。もう後ろから見たらもうビビっちゃうよこれは。ほんとね、これが前走ってたら、これが前走ってまだ近づこうとは思わんねすげえわこれは。もうこのレベルは結構今日ゴロゴロしてるからすごいよ、今日のこのレベルの高さ。1年に1回のこのオデッセイミーティングですごいよ。これは3代目オデッセイ、これも優勝してもおかしくねえような車だよな。すごいな。これも4代目かな。4代目と3代目の区別はちょっとなんかごっちゃになってきたけど、これは、まあ、カスタムしてるけど何代目かちょっと分かりにくくなってきたな。これはノーマルの外見もほとんど残ってないぞ。ボンネットからグリルからバンパーからヘッドライトも俺多分社外に変わってるな。ワイドボディにガッツリローダウン、引っ張りタイヤにキャンディーレッド全塗装ね。キャンバー角もまあまあですごいね。リムの深さも半端ないよ、やばいね。海とのこの造形も最高だね。この場所やっぱロケーションいいな。ロケーション最高だよ。これだけなんかゆったり置いてるってことは何かまた別の意味合いの車両なのかもしれないね。これなんかデモカー的なそういう感じなのかもな。この車はすごいわ。コンプリート NBT コンプリート、オデッセイのものすごいね。このマフラーもね、ド迫力のマフラーがエンブレム関連はもちろんブラックアウト大概ブラックアウトされてるね。最初からブラックアウトされてるわけでもないんだろうけどな、多分メッキなんだろうな。すごいな、このワイドボディ、このスリットの抜け具合ね。キャンバー角もまあまあ結構ついてるね。タイヤサイズ245の30の20インチ、245がこんなに引っ張られてるっていうことは、11J、いや 12J ぐらいか。まあそんな感じか。まあ裏もあるね、これも優勝車両かな。優勝しててもおかしくない、すごいな、すごいな。すごいね。